ニコニコプンは、井手隆夫原作、脚本の1982年4月5日から1992年10月3日まで、NHK の幼児向け番組、お母さんと一緒ないで放送されていた着ぐるみによる人形劇。全2229話、第8作目にあたる。宇宙の彼方の地球によく似ている星の、ニコニコ島を舞台に、ジャジャマル、ピッコロ、ポロリの3人が、 共に笑い、時には喧嘩をして泣き、またある時は冒険をしたりする勇気と友情をあふれる物語。自作、ドレミファ・ドーナッツの舞台であるドーナッツ島はニコニコ島の近くにあるという設定である。原作者の井出た顔は1970年代よりお母さんと一緒に作詞家として楽曲提供しており、前作、 ブンブンタイム終了にあたり、次回作の脚本家を探しているという話を、番組スタッフから聞き、自ら担当したいと名乗り出たという。井出は、最終的に後作品、ドレミファ、ドーナッツ、が終了する2000年3月までの18年間に、わたって、同枠の脚本を書くこととなった。放送中の1989年1月8日より、言語が、 平成に変わったため、本作は昭和最後の人形劇作品であり、かつ平成最初の人形劇作品となった。1988年では、当時最も長く放送されたブーフーウーの記録を塗り替え、その結果10年半にわたり放送され、お母さんと一緒内の歴代人形劇では最も放送期間が長い。以降、 チョコランタンまで長期間放送の作品が続いた。ビデオやパソコンゲームも発売され、アニメーション作品も多数制作された。また、夏休み冬休み時期に北海道フラの白ケを行ったこともある。放送終了から20年以上経過しても主人公3人がテレビ番組やイベントにたびたびゲスト出演する、と、現在でも非常に人気が高い作品となっている。 性格については、特技以前にハンデを必ず持っているように設定している。これは、井手孝夫の欠点がある方が仲良くなりやすいし、それぞれのキャラクターが生き生きするんじゃないかという考えに基づいている。主人公3人は、基本的に母親不在という設定であるが、これは、脚本家の井手孝夫が、 母親と一緒にテレビを見られない子供への配慮として意図的に設定したものと言われる。井手隆を小しべの真偽のコンビで本作のために制作された楽曲は1 0曲近くに達する。小しべ信義が2014年11月21日に死去した西の読売新聞の追悼記事によるとそれまで歴代担当した お母さんと一緒の人形劇の中でも特にニコニコプンは毎回ごとに新しい音楽を作曲するようプロデューサーから依頼されたといい腰ベノは少し考える間を置いた後やりましょうと意気込んで答えたというエピソードが紹介されたオープニングはアニメーションで作られているお母さんと一緒内の放送期間が10年半と最長である中1987年4月から 本作終了までの5年半は同一のメンバー構成で固定されていた。登場キャラクターが放送終了後も下記のように他作品にゲスト出演している回数は本作が最多である。いずれも声は本編のオリジナル声優が一貫して担当している。多在不遊園地の入り口公式設定ではないが原作者の出た顔は2011年度より放送の 第12作、ポコポテートの舞台である、ポテイ島も、ニコニコ島とドーナッツ島の近くに存在するという、見解を示している。井出自身は、ポコポテートの脚本は手掛けていないものの、自身が脚本を書いた2013年5月のファミリーコンサートにて、この2頭の名前を出している。ポコポテートのキャラクターとは、上記の通りこれ以前の2012年に対面している。 先々大、ゴロンタ劇場以降の歴代人形劇作品のうち、グ、チョコランタン、モノランモノランとは共に2009年秋のファミリーコンサートには出演したものの、直接的な面識はないが、グ、チョコランタンについては以下のような例外がある。ニコニコプン放送当時は、従来の放送用ビデオテープの再利用が行われていた時代から、 放送用テープの保管が一般的になる時代へと移り変わる過渡期であった。そのため、放送初期にあたる1982年度と1983年度の放送会にはニコニコ分の収録 VTR のみならずその時期のお母さんと一緒自体に一部未保存会がある。ただし、少なくとも第1回と第2回については放送用 VTR の形で、 残っており、戦術の DVD にも収録されたほか、第1回については特別番組などでたびたび再放送されている。1984年度からは、当時 NHK が放送状況のチェック用に、総合テレビの1日の放送を家庭用ビデオテープで録画したものが残されていたことから、総合テレビでの放送が通常通り行われた分については、 放送用 VTR ではない回もあるが、ほぼ全話が保存されている。ありがとうございます。